大山美穂は日本の女性モデルでモトレースクイーン。三重県出身。プリッツコーポレーション所属。愛称は美穂丸。短大卒業後から愛知県名古屋市のモデル事務所ビリーブに所属し、モデルイベントコンパニオンの仕事を始める。2008年日本特殊登業のイメージガール NGK スパークガールズを務めた後、2009年にはパチンコ雑誌、 シティパラダイスのパラダイスガールを務め、同年度のミスパラダイスにも選ばれた。パラダイスガールの同期には日の霊化がいる。2010年、シノコ、イメージガールに選ばれたのを機に上京。プリッツコーポレーションに移籍する。以後2011年、2012年と3年連続で、シノコ、イメージガールを務め、スーパー GT、フォーミュラ日本。 スーパー耐久の3カテゴリーに参加した。2012年からは、三 a 処方発行のゴルフ雑誌、ゴルフトゥデイの GT バーディーズに参加。2013年、スーパー GT、D ステーションフレッシュエンジェルズの一員として、再びレースクイーンの活動を行う。途中、千葉桜が体調不良により活動辞退したため、大仙と、助崎あり、小川金の3人で、 シーズン終了を迎えた。この年の4月には、東京オートセロンインシンガポールにイメージがある J ガールズの一員として参加している。2014年は、同じ所属事務所の佐藤彩菜と共に、スーパー GT、京浜ブルー、ビューティーズとして活動する一方、フレッシュエンジェルズで一緒だったスケ、さきアリラと共に、グッドイヤーエンジェルとして D1 グランプリにも参加。スーパー対9。 チームファウストレーシングのレースクイーンやモートジッピー、イデミツホンダチームアジアのレースクイーンとしての活動もあった。2014年のスーパー GT 最終戦を半月前に控えた同年10月27日、自身のブログにおいてレースクイーン卒業を発表。この年は自身の R 級人生を思う存分やりきろうと思い、初心に帰って景品のオーディションを受けたという。 なお、景品で共働きした佐藤綾奈もこの年をもって R 級を引退した。しかし、年末にこの卒業宣言を撤回し、東京オートサロン2015最終日の2015年1月11日、遠藤幸恵と石黒エレナから引き継ぐ形で2015年度のレーブリグレースクイーン就任を発表。R 級デビュー前から憧れていたレーブリグを 万年齢30歳で勤めた。そして、東京オートサロン20162日目の2016年1月16日、レースクイーン業から完全に引退することを発表。同年、平ゆりと共に勤める RQ を、林桜に譲ったことにより、昭和生まれとしては、最後のレーブリングレースクイーンとなった。RQ 卒業後は、オートサロンでのファン感謝祭や、 スタンレーレディスゴルフトーナメントのゲスト出演で、レイブリグのコスチュームを披露するほか、得意のイラストを活かして、地元の鈴鹿サーキット公式サイトで、レース関連の漫画を期間限定で掲載している。2019年のスーパー GT では、自身が RQ を務めた D、ステーションレーシングのホスピタリティスタッフとして、レースに関わった。なお、大イがレースクイーンを務めていた企業のうち、 景品は2021年1月1日。スタンレー電気は2020年度限りで、レーブリグブランドを廃止し、スタンレーブランドに統一される。シノコ、イメージガール時代の大山美穂東京ゲームショー2012カップコンブースのコンパニオンとして出演当時は、本名の山本玲香名義。2014モートジッピー RD15 ー。 モチュールジャパングランプリ2014年10月11日から10月12日ツインリンクモテギ2014オートバックススーパー GT ラウンド82014年11月15日から11月16日ツインリンクモテギタメンバー青山めぐ、佐野誠綾、高橋としみ、武田あやり、立花咲藤井明子、藤井町子、水村リア、森更2015年は 相方の平ゆり。2016年は、大戦の公認となった林桜。2017年は、平の公認となった原ことはと共演。ありがとうございます。